お元気ですか、ボクシミです。今日はですね、鶏ステーキ丼でございます。ちょっとね、今回は、ちょっとね、ご飯物でね、ちょっと行ってみたいと思います。やっぱりご飯物といえばね、あの丼でございまして、あの鶏もも肉をね、ちょっと私特製のタレに漬け込んでね、フライパンでね焼きました。ほんとね、炭火で焼きたいんだけどね、まあそこまでのね、力とね、まあ YouTuber ですけどね、そこまでのね力はありませんからね、今回はフライパンでねやってみました。で、右側の方はね味噌汁なんですけどね、いつも味噌汁じゃ面白くないから、少し小さじ1杯の豆板醤入れてピリ辛なね、味噌汁でございます。お酒はですね、ウイスキーのサイダー割りでいきたいと思います。またね、プロ野球カード、買いましたのでね、ボックスですね、届き次第またやりますので、よろしくお願いいたします。いつもね、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。